はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の直線と平面丸1をお送りします。で、タイトル変わりまして、ここから空間図形をやっていくんですが、このタイトル3本取ったらこの章終了となります。で、その1本目なんですけど、今回問題が4問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず上の2問の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず立方体ですね。この、まあ、サイコロですね。立方体の形からいきます。で、この中で次の2直線のなす角シータを求めようと。ただしシータは0度から90度の間とすると。で、これはですね、まず、まあ、立方体があって AB と CH なんです。で、AB ここにいますね。ちょっとね、次なぞりたいんであんま書かないですけど、AB と奥に CH がある。で、その2つのなす角なので、例えば、ちょ、ペン出そうか。見にくいとごめんね。こうペンが、これ直線だと思ってください。こいつとこいつがこうくっついてればすぐわかるんですけど、例えば、こうとこう、ちょっと遠近法であんまわかりにくいかもしれないけど、交わってないとき、なす角ってわかりにくいんですよね。この2つが作る角なんで、こうやってくっついてる。見にくいね。これ、止まらない、手が。こうくっついてる時のここがなす角なんですけど、こういうのはね。で、今 AB と CH 離れちゃってるんで、くっつけちゃえばいいんです、自分の方で。で、どうくっつけるかっていうと、まあ、変えた方が分かりやすいかな。 AB ここにいますよね。で、 CH 奥の対角線になってるんで、そのまんま平行移動させます。で、これはこの斜めだったのがこういう風に平行移動するんだったら別に構わないので、奥にある CH を手前の正方形に持ってくれば、それは BE と同じになりますよね。ここの部分と奥の CH と手前の BE ね。で、そうすれば B の部分ってくっつくので、あとはここの角度、ここね、これがなす角だから、これを求めればいいと。で、今立方体なので全部辺の長さ同じです。ってことは AB と AE は同じで、しかもここ直角になってるから、だから三角定規の状態でね、1対1対ルート2のやつ。っていうのが分かるので、90度、45、45って分かるから、1番の答え、なす角は45度ですよって、いうのが分かります。だから平行移動させちゃって構わないので、まあ、くっつけちゃえばいいよっていう感じです。で、次が AC と DG です。で、こっちの方がちょっとややこしくって、まず AC 書いちゃいましょう。上の正方形の対角線になります。ちょっと曲がっててもいいね。この部分ですね、 AC で、 DG はまた向こうの、ね、向こう側のこの対角線、こっち DG なんでになってると、くっついてないんで、また手前に持ってきます。いい。で、手前の持ってくると、 DG は AF と一緒なんでここになります。で、その時のこの部分の角度なんですけど、これちょっとね、分かりにくいかもしれないんだけど、 AC と AF になってるでしょ。これって中、立方体の中をこう切り取ってる感じになってます。で、どう考えるといいかっていうと、これね、ここもくっつけちゃうといいです。こうやって三角形作っちゃう、中に、今中にちょっとくり抜いてる感じになってますけど、で、この時この三角形何かっていうと正三角形なんだよね。で、なんでかっていうと、立方体です、全部正方形です。外正方形の対角線なの、全部。外の長さが同じだったら、当然対角線も同じ長さです。ってことは、全部同じ長さなんで、正三角形なんです。あの三角形、青のね、ACF は。正三角形ってことは、角度60度でしょ。だから、2番の答え、シータは60度ですね。で、で終了になります。では次ですね、右の図、直方体、まあですね、ティッシュ箱とか言いますけど、から三角柱を切り取った立体です。頑張って書いたんですけど、分かりにくかったらごめんなさい。あれね、で、どういう状態かっていうと、まあ、これもね、ちょっと分かりにくいんだけど、はい、ティッシュ箱ですね。これ直方体ですの、まあ、真横から言うと、この隅をこういう風に斜めにしてスパンって切り取った感じです。だから角の部分が取れてる、一回三角柱がっていう形だと思ってください。
で、この時に、まず AB と平行な直線。まあ、今回平行とねじれをやるんですけど、懐かしいですね。中学校でやった平行とねじれ。で、平行に関しては、もうこういう風にあったら、これを平行移動、こうやってさせる。ここ全部平行関係ね。だから、元々の直方体、ティッシュいきます。直方体だったら、ここ。これね、ここに平行だったら、ここです。真下。この平行したのと、こっち側のここと、この上ね。ここと、その下のここ。これは平行関係になります。だから、これ AB でしょ。ここだったら、あと真横のやつだから EF と DC と HG。まあこれが平行ですね。だから中学校でもやってるんでね、平行に関してはちょっとさらっと行きましょう。で、直線はって聞かれてるので、直線って書いて EF です。で、自分はですね、最初に直線って書いたらいいんじゃねって思っちゃってる人なんですけど、もし先生が全部直線書けと。直線 EF、直線 DC、直線 HG と書けっていう先生だったら書いてください。ちょっと今ね、若干めんどくさいなっていうのもあるので、ごめん飛ばしますけど。EF と DC と HG と。この3つが答えになります。で、問題がねじれなんです。ねじれ。実はですね、中学校からもし自分の動画を見てくれてる方がいるんであれば、ちょっとねじれの説明が変わります。ここで。で、なんでかっていうと、中学の時、自分がねじれの教え方っていうのは、平行なものと、その辺に交わってるものを除いたものがねじれだよって説明をするんです。で、実はですね、それ、正しくないんです。ちゃんと言うと。そう。でも、中学校出てくる問題はほぼそれで解けるので、数学が苦手な子、まあ、塾講師の時もそうですけど、それでよく対応すると取れるようになるんで、シンプルだからさ。って教えるんですけど、正しくはない。で、本当は、ねじれの位置って何かっていうと、同一平面上にないものっていう言い方をします。同一平面上にないもの。つまり、今、AE と、どこだ ?AE、ここだね。ちょっと塗っとこうか。ここです。この斜めのところね。こいつのねじれじゃないのは、その AE と、同じ平面にないもの、それがねじれになります。でも、平行と交わってるものは絶対入らないんです。だから今覗いていきます。例えば、AE、これ斜めになってるんで、平行なのこいつしかないんですよ、BF。これは、対象から外れます。ねじれの。で、あと、AE と交わってるもの。例えば EF、E とくっついてるんでダメです。AB もダメです。交わってるんで。で、AD もダメですね。交わってるんで。で、ここの HE か。ここもダメです。交わってるから。で、やると、残ったもの全部、みたいな感じにすると、中学校の時やるんです、俺は。で、そうすると、今回、DC、あっちね、HG、CB、GF。で、あと CG、で、終了かな被ったな。ちょっと待って。DC、HG、DH、CG、CB、GF か。今6個あるんですけど、これね、1個答え外れるんですよ、こんなあったら。で、何が外れるかっていうと、ちょっと赤にしようか。はい、見て。これね、DH が外れるんです、ここ。今回。つまり、ここがミソですね。まあ、自分のもし使ってくれてる方は、得意な方はね、できると思いますけど。で、なんでかっていうと、これ、DH って、向こうの、ここの面。左側だね、左奥って感じ。あそこの面って同じ面に乗ってるでしょ ?AE と DH。同じ平面にいるから DH が。だから同一平面、同じ平面の上にいるので、ねじれから外れます、対象から。っていうの方で覚えてください。だから基本的な形、こういう風に斜めとかに切り取られなければ、平行と交わったものを外せば、必然的にねじれが出てくるんです。だけど、こういう斜めに出てくるのが高校は多いので結構、変な形が。その時は平行、交わったものを外してください。で、その後に同じ平面のやつないかなって考えるとねじれは分かりやすいです。基本的にね。じゃあその5個書いていきましょう。で、直線。どうやってこれ入ってるかな？あ、大丈夫ね。どっから行こうか。あっち DC、まあ CD でいいかね。アルファベット順から考えれば。CD、こっちしてないけど。GH。で、待って。これ忘れたら嫌だね。CG か。
CG に、あとこことここだから BC と FG と、この5個で終了となります。まあこんな感じでぜひ、ね、やってみてください。ではでは今回は高校数学数 A の直線と平面丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回がですね、まあ、タイトルの丸2なんですが、あとあれだ、オイラーが出てきます。はい、まあ、ちょっとね違うタイプの問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。